それでは、次の文をリズムグループに分けると、どのようになるでしょうか。リズムグループとは、意味のまとまりをなしていて。途中で切らないで発音される単語の集まりですから。例えば、次のようなリズムグループに分けることができます。<music> このようにフランス語の文を発音するときにはリズムグループ内の単語を切らないで全体で一つの単語のように発音することが大切ですもう一度聞いてみましょうもう一度聞いてみましょう Je suis sortie avec Jean. Je suis sortie avec Jean hier soir. Je suis sortie avec Jean hier soir.